そういえばエナジードリンクでレッドブルとかモンスターとかそこら辺はやめたんだけど、でも飲んでてもこれくらいですね。これも一応エナジードリンクなのかな、リアルゴールド。まあエナジードリンクって書いてるからね。まあレッドブルとかそんな彼らに比べたらそんなエナジー感はないけど、もう本当にこういうので我慢してるような感じでございます。飲みたいなとはでも思わないんだよね今本当に。レッドブルとかモンスターとかもう奇跡だよで、そうそう、この間まで入院してて、その入院費用もさ5万7000何ぼだったかな正確には。では結構出費かかるなーって思ったんですけど、でそんな中で当選しないだろうなって思ってずっとこう抽選に応募していたプレイステーション5ですね、応募してたんですけど、なんと当たりまして買ってきたんだけど、このプレステ5もさ入院費用と同じくらいかかってんだよね。もう俺の体とプレステ5の値段が一緒っていうのはなんか切ないよねでもまあしゃあないや、当たると思ってなかったしね。次男の迎えに行ってまいります。すんごい眠たい、寝てたんだけどね。まあいいや、車が今運転できないので歩いて行ってきたいと思います。行くか。秋空だな。あんた汗どうしたの？え？いっぱい遊びすぎでしょ。いやまあいいんだけどさ。この中にいる蜂。蜂？怖いね。色変わっちゃってる。ああすごい、いっぱい遊んだみたい。うん、洗濯板と歌丸石鹸でだいぶ変わるっていうね。この2つはね強いね。よし、オッケー。
たての串焼きだって。へえー、パンとかもあるんだね。あ、ちょ、野菜あるよ。ここもじゃん。みょうがの調理の仕方がわからん。歴史コーナー。